おいおいガラガラガラ、閉店ガラガラ、おいおいお前ら今何時を持てんねん。1時半でーす。そんな時間までチョキ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 起きやがったお前らほんまに。はい、ということで今からちょっと上行きましょう。上でみんなで一緒に寝ましょう。あ、私強制に寝るだけ寝るだけ、ほんまに寝るだけやから、一旦寝に行こうで。だから寝るっていうのを強制することも結構お前らって大事やから。はい、入れ。今から企画やります。でも寝るんでこの部屋になってます。寝る時間ってやっぱ受験生にとって結構大事というか、間違いない、ね、寝た直後からしっかり、勉強できる体になってるかどうかっていうのがあるじゃないですか。で、僕らは元大阪大学生なんでそこできてるはずなんですよ。寝た直後からいきなり集中してもちゃんと集中できるっていう風な体になってきてるはずなんですよね。さすがっすね。ということでね、今から寝てもらってやりたい企画、阪大出身なら、早朝にセンター試験といても9割取れる説。今回用意したのは数 1A2B でございます。65点だよ。このね、わざわざ買ってきたんですよ、これセンター試験本番レベル模試というのを買ってきて、はい、題目が全部で8個あるわけですよ。1A と 2B で2個ずつに分けます。要は1A と 2B をみんなで解こうという。2222で30分1人組み合わせたらどうですね。だから全部で試験時間2時間に合わせてるっていうことをやって、なるほど、全員で180点。は？で200分の180って9割取れる説ですから。25%で、俺がすでに20点落としたらもう終わりってことで、もう言って、20点落としたら終わり、そうですね、そうですね、かもしれないです。まあできなかったら、まあ、罰ゲームがございます。もし180点未満だった場合、はい、まあ、そんなないっすけど、我々4人鼻緒が落ちた大学、名古屋大学のオープン模試受けてもらいます。わーっけー。でも鼻緒の過去を遡ってるんですよ。鼻緒の過去を知るってことは俺らチームにとって結構大事なことやから、それで過去知った気になる。今現在1時48分なんですけど、4時試験開始になります。いやもう頭悪すぎですね。朝4時あ、起きる時間みんな違います。誰かが一番早く起こされるんですけど、誰が起こされるか分からない、誰が起こされるか分かりません。マジか。ということで、メイキットパスボーミズ、今しき時を求めて確率全化式。枕持ってきた。江戸時代ちゃうねや、お前。変だよ、お前。寺子屋ちゃうねん、ここ、お前。やっぱこの赤本の無意味さ、やば。なんか円の接点となってる、俺いる。あ、わかった、俺こういう使い方。聞いていた。答え下で。それでは皆さん、良いお旅を。はーい。おやすみなさーい。おやすみなさーい。お前ら寝ろよ、お前ら寝ろよ、お前違うテクなってる。お前そんな24時間ソファー生活みたいな、うるさいっすよね、今さ、ちょっと出たらどうっすか。ちょ、調子なんだ。ただいまのところ4時になりましたので、一人目の被験者を起こしていきたいと思います。ネガさん、センター試験の時間です。はい、ではちょっと待って、めっちゃ眠たいわ。いえ、では早速早朝センター試験、よースタート。いや、ちょっと、めっちゃ眠いんやけど、起きて、マジで起きて、スキルやろ、バカか。いや、むずすぎるだろ、こんなん。ちょっと待って、むずすぎるだろ。今俺めっちゃ集中してるのに、どうなってんの、この試験。ああ、やべえ。めっちゃ眠てえ。試験開始10分でーす。早すぎる。早すぎて逃げるわ。やばい、思ってた以上の絶望やわ。死にたい。これはやっぱり寝起きは頭が。でも意外と、いや、ここまで多分合ってんな、これ。おーおー、これ多分意外といけてんねん。なるほど、なるほど。いや、マジきつい。じゃあ、マジでいただきましょう。想像以上やった。俺が悪かった。いや、耐える説出てきた。おお
はい、もう監督を。おお、やばくない？これ、これ、これ、分かってほしいのがさ、視聴者に伝わるかな、このやばさ。このやばさ。起きて45秒ぐらいにはもうさ、なんか用意したとか言われてるから。俺、ちなみに。結構でも計算がきつい。俺、何個か勘で書いてるから、俺、何個か勘で書いてるので。多分ここ、こうじゃないと、間に合わへん、間に合わへんってロジック使ってる場合は。いや、相当きつい、これ、正直。相当きつい。死にたい。死にたい。あ、なるほど。ちょっとロジックは分かるんやな、これ。実際、俺、すごいわ、これ。1分前。すごいわ、これ。ロジックは分かるんやな。これ、俺、すごいわ、これ。ほんまに。ロジックは分かってんねん、これ、ほんまに。え、ちょっと待って。待てないね。待てないね。待て20秒。ちょっと待って、そんな無理やん。ちょっと待って。5、4、3、2、1。はぁーでぇーなぁこれ、あるあるちゃうほんまにこれな、伝わってほしいのは起きて45秒ぐらいには元を入れるからねほんまにでもまあいいよ、30分検討したで、正直これを30分で解けっていうのを相当アホというかこれ相当きつい、きついかそもそも論そもそも論相当きつかった楽しかったですありがとうございますお疲れ様です、おやすみなさいおやすみおはようございます。おはようございます。なさい。はい、というわけですね。スタートーねみーおーる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 ーうわ、1位ないのはぁ、しっちょ、待って、ちょ、待てよはぁーデータに大悟もこんなん外れ中の外れやんけ大悟もやったことないわねえ、一旦2問だけ取るよ大悟もいいよ、拍手どうですか？頭回りますか？いや、頭回るんですけど、なんか普通にちょっと第5問一旦ちょっと燃やしてストーブにしようか。今くべるな。普通にやったことないんで、なんかもうみじんわかんないですよ。20分経過でーす。あ、まあ大丈夫です。お、はい。別にもう解かないんで、大丈夫。時間配分もクソもない。寄せるー。20秒前。じゃあ適当に全部埋めときますね、これまあ合ってるかもしれんからな4、3、2、1あガンガンガンまあ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 完璧でしたねはいどうせ他の方僕よりみんなセンターの点数高いんで、まあ、どうせ満点取ってくれると思うんですよまあまあ彼らにね託していきたいと思います時間でございます。センター試験の時間でございます。クソ動画。よろしくください。あと任せます。はい。よーい。スタートー続いてないですね。お願いします。よいしょ。昨日寝起きの姿が打って変わって更新の件でございます。2分前です。計算がありません。5、4、3、2。1ガン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 マジ YouTuber 結構今やめたいランキング上位に始めますよ制限時間は30分問題は数学スタートひしょすぎるもうやつくわほんま俺なんなんこれもうあ折れるやんもう全部折れるやんほらもう
待って1より待って全然わからへん待っていや待てないね俺でも賢かったはずなんやねもうちょっとこれと2よりログ2の9ログ2の R をログ2の P を用いて表すと何言ってんのお前マジほんま何言ってんかマジで全然入ってこへんほんまにこいつが頭狂ってる相席情報にもさらに俺のターン俺のターンはいこれ早速次の問題行ってみましょうルッツマリアテンションが上がってきましたねお脳がだんだんちょっとマシになってきたな来た、すごいですねえ、めっちゃ書いてるくらいなんかもう俺内積とかマジで8年ぶりぐらいにやったけど一応やったでいやもう悔いはない、マジで悔いないヤンバル悔いなお疲れ様です人生は睡眠大事やおーい、お前らあれこいつ理想がどういうこと皆さん、早朝センター試験お疲れ様でしたえ、何のこと？もう夢だと思ってるのかな、みんなえ、今なればどれほどよかったでしょう夢現在の時刻がはいはい朝の6時37分よくないわ、前半10分俺マジで失った自我を探すために言ってたからな、お前失った時は前半10分マジで僕なんかそろそろ2分ぐらい経ったかなと思ったら10分経ちました俺以外の人が満点やったら多分できるよえいいえ俺以外の人が満点取るんですよ今回の早朝センター試験はい200点満点中ドク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 100お超えた134点だ惜しすぎる6割いってる4位やってことはやっぱり1人20点間違えるあ、僕以外の全員が違ってる個人の点数ちょっとそれあるんですかありますありますキム33点結構頑張ってる結構頑張ってる続きましてスンはい30点おぉ でも意外とじゃあ平均でも俺らも平均ぐらい低いでも低いんで、でもこっちは取ってます平均以上あ、そりゃそうか俺今回全然足引っ張ってない説ある全然なんなら引き上げてみせたなんならみたいなのがあるはいみんなの翼になれる存在かもしれない続いて電眼さん45おぉお前俺9割取ってるやん俺すげえこいつうそほんまにじゃあ最後はい花尾さんはい来たみんなの翼になれる存在かもしれない50分のお26おすげええ結構頑張ったくないえ結構頑張ったくないええドッキリじゃないよいや今のビックリだよ怖いドッキリだよみんなの翼になりたいあれいやでも花尾さん以外満点でもいけてないですかということで、普通に復習しよう。チャレンジは達成ならずと。はい、あざーす。ならずです。合格条件どうしますか？みんなで憂さ晴らしていきましょう。いい判定ぐらいですか？順位が合格者の枠の中に入ったらいいんじゃないですか？あー、そうしよう。そうしよう。ただただ受かるってことですもん。確かに、そうしよう。ということで、最後の結論、試験会場には早く行きましょうっていう。
そういうことまあ、それはそうだよ。寝起きすぐに試験会場行くとこういうことになるよっていう、はい、でも意外と寝てなくても10分後ぐらいから回復、いや、そう、それはほんまそう、10分後ぐらいから回復する、ほんまに、はいはい、っていうのはちょっと気づいた、学びとしてね。だから、分かった、これもう一個学びで、一旦寝起きで机に座ってみるって勉強もありなのかもしれない、まあ、10分後ぐらいから集中できるかもしれない。今日何やろ、確率全科式絶対出ますよ。初手で全科式にやられて、俺はもう予選を喪失したよね。